こんにちは、ヤドです。今日もですね、将棋ウォーズ実況やっていきたいと思います。3分切れ負けでいきましょう。対局開始。さあ、お相手どんな方でしょうかというところなんですけども、まあ前回ですね、3連勝、無事に見事3連勝達成しましたんで、今日もちょっと練習を重ねていきたいなというふうに思っております。お相手1級の方ですね、よろしくお願いいたします。こちら先手番ですね。さあ、お相手の戦型どんな感じでしょうかというところなんですけども、さあさあやっていきましょう。まあ振り飛車風味ですかね。お相手向かい飛車ですね。向かい飛車、まあいつもどうやって攻めていったらいいか全くわからない戦型、第5位ぐらいですね第5位だからといって攻略できると言ってるわけではないっていう、全部わかんないから基本全部わかんないんですよね。まあ次3五歩からいきたいと。桂も跳ねてくる、桂も跳ねてくる、桂も跳ねてくる、桂も跳ねてくるのはどうなの、それはどうなの。まあ、一応交換しちゃいますか。はい、歩打ってきて引いてですかね。はい、組み替えてきていますね。一回ちょっと王様囲いますか。これはもう角で取って飛車切ってくる。なるほどっすね。2分30秒。いや全部切ってくるじゃん、怖っ。あ、ありがとうございましたそこで投了ですか。ちょっと珍しいパターンの将棋でしたね。あ、おかげさまでこれで4連勝でございます。さあ今日あと2試合できるんで、やっていきたいと思います。相変わらず無課金でやってます。今の将棋すごかったなどういうことなの。お相手2段の方ですね。やっていきましょう。さあ後手番ですね。さあ四間飛車でしょうか。お、違いますね。違いますか。三間飛車ですね。さあやっていきましょう。原始暴言。さあ角引いて王様上がって寄って取り差しに組みましょう。取り差しで一応端歩だけなんとなくついておきまして、まあ次は3号から行っていいのかな。これ3号から行っちゃいけないやつか確か。あ、大丈夫か。で飛車で取ってきたら歩ついて、歩打って、あれこれどうするんだっけ。これ引いたらダメだし、あれちょっとよくわかんないな。ちょっとよくわかんないですね。2分30秒。わかんないときは王様囲っていきましょう。さあ時間だいぶ食ってしまいました。10秒ほど今負けております。この時間がね、10秒っていうのがね、確実に後で響いてくるので、もう時間で何回負けたことかっていう感じなんですけど、取ってくるんだ。まあこれは裏切って角に当てておきましょうか。で銀引いておいて、次歩突きですかね。これは取るか。歩打ち？ちょっとここ歩打ちますか一応。でここに引いてくるのか。まあ次2四歩から行きたいですね。角筋が通ってるんで。まあしかし何にしてもあのいろいろと怖い戦型ですね。戦型というかいろいろ怖い状況ですね。ここに銀打たれるのか。ああなるほどなるほど。2分。これまあ一回引くしかないですか。ここに銀打たれたら、まあ逃げるか。まあ早いとこちょっとここに銀打つのか。難しい、難しいですね。これはこうかな。金取ってもいいけど飛車くださいというお願い。まあその代わりその後にね、角成り込まれてくるんで、まあ別にいいわけでは確かにないんですけど、一回引いておいて、引いておいてというか逃げておいて、まあでもこれ逃げることもないかもしれないですね。もしかしたらもう、まあでも一応逃げるだけ逃げておきますか。
はいはいはい。まあ一回飛車下ろして、まあこれ桂馬も拾われちゃうのかな。そうするとまあいろいろと駒損だっていうことは、ありつつなんですけども、まあ、この銀打ちも今ちょっとなかったかな。もうこの飛車差し上げましょう。これいらないですと、どうぞ取ってくださいと。だその代わり角こっちから出てきた時にこの桂打ちがあるからね。まあそれはちょっと知らないですね。一回逃げといて、これまずいの。死ぬこれ。取られて取って銀打たれて逃げて1分、まあ、ギリ死にはしないけどかなり死が近いっていうことか。いやー、いやこれどうしようもなくない。そしたらどうしようもないよね。いや時間めっちゃ使ったな。足りてる？足りて、微妙に足りてないと願うんだけど、ただ足りてなくてもこっちが詰めろをかけられるわけじゃないから、それで厳しいっていうことか。この角が、この馬がクソ邪魔っすね。この馬のせいで何もできないっていう。桂馬打ちたいっす。桂馬打ってこの馬消しましょう。この馬を消す。あれ馬消せない。間違えた間違えた。いやまあ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 30秒と思うじゃん。と思うじゃないですか。いや何も間違ってないですから。間違っとるわ。だいぶ間違ってますわ。これもうぶった切っていって、角打たれて20秒、金打たれて、で、10秒。なんかあるこれ。なってきたら上に逃げます。これは一回取って、やば、あと2秒か。これで負けてるのか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。乾杯です。いや結構最後いいとこまで行けたんですけど、こっちはもうちょっと粘り強い何かいい手があったら、もしかしたら粘れてたかもしれません。ちょっと、まあ、グラフは基本的に局面負けてたと思うんですけど、そうですよね、そうだったんですけど、最後の方の局面で何か逆転の目があったかどうか、この辺ですか。願いを叶えてやる。6九竜。え？先手勝勢です。ああ、なるほど。これで少しだけ粘れるけど、あんまり意味ないですよっていう話か。なるほどね。まあどっちにしてもまああのね、グラフ的に完全に敗北だったんで、まあ負けを認めざるを得ないかなというふうに思います。さあ。今日あと1試合できるんでやっていきたいと思います。お前が先手だ。お相手が1級の方ですね。袖飛車の方という、袖飛車がお得意な方ということでよろしくお願いいたします。こちら先手番ですね。そして嬉野流の嬉野流中飛車みたいな感じですか。というかまあ手順が違う中飛車ですね。これもしかして棒銀決まるんちゃう。気のせい。これ棒銀決まりません。気のせいですか。
これはもしかして気のせいじゃないパターン、まさかの、まさかの、交換しますか。これで棒銀決まらずといったところでしょうか。まあちょっと時間使いすぎですね。順当にあんまりスケベ心を出さずに基本に忠実にやっていきたいと思います。ちょっと角とかねチラッと上がってみたかったりしますけどね。まあそれもあんまり意味がないか。ただこの角は、この角はなんか知らないけど死んでませんかっていう。そうですよね。この飛車はまだ死んでいない。いない。いないですね。で次こっちに角を作る手、あ、竜、馬を作る手とここに馬を作る手っていうのを両方見ていきたいという感じです。というわけでこちらに作りますか。で香を拾いたいですね。はい、香を拾います。これ歩打ち効くね。これで結構お相手厳しいんじゃないかな。まあこれまっすぐあるとしても持ち駒がもう歩しかないもんね。だってというかこれは強打ちでしょ、さすがに。はい、ありがとうございました。さすがの腕前じゃの。いやこれはなんとなくあの切れ味よく3勝、今日の2勝目を手に入れることができたんじゃないかなと、思います。ちょっと、マイページ見ていきたいんですけど、11月の勝率が、あ、5割乗ってますね。よかったまあ昨日の配信でね、3連勝できたのがでかかったですね。で、段級位も今1級ということなんで、まあ本来の私の今 段級位である初段にちょっとずつ近づいてきているという状況です。まあ月目標としてはちゃんと初段を超えていって、この9月の成績ぐらいのところにはちゃんと乗せていきたいなっていう感じですね。はい、というわけで、まあ今回は、綺麗に、技が決まって、勝利することが、できたかなというふうに、思います。まあ2段の方にはまだなかなかかなわないんですけども、この辺りにもしっかり勝てるようにしていきたいなというふうに思いつつ、よろしければチャンネル登録と高評価の方、いや本当にぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それではお相手は私ヤードでございました。お疲れ様でした。